セカンドストリートの達也でーす。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ゴールデンウィーク中だったのでね、もう昼も伸ばしっぱなしでございます。早速なんでございますがね、まあ達也のセカンドストリートのコメント欄、達也がお太りになられたということがですね、もう大変、まあ大変、まあそのコメントが多くて、ゆうきさんも美容整形だったりとかね、いろいろダイエット頑張ってて、そろそろ夏前でございますし、達也も頑張らないといけないなと。ゆうきさんが綺麗になってゆき、私の劣化今回達也がやっていきたいなと思うのが、ファスティングダイエットっていうのがありまして、こちらダダン、お嬢様酵素。今回はですね、このお嬢様酵素を使って達也3日間ファスティングダイエットしていきたいと思います。朝をヨーグルトに置き換えて、朝ごはんをヨーグルトに置き換えて、まず軽いものを食べる。朝は昼と夜とでお嬢様酵素に置き換えていきたいなと思います。それでは3日間ファスティングダイエットスタート、スタート、スターティン時刻は11時15分でございます。はい、初日の朝がやってきました。晒したくは本当はないんですが、もう皆さんも太ったってことが多分ご存知だと思うので、ダイエット前の体重測定に行っていきたいと思います。はい、ということで1日目、初日の体重を測っていきたいと思います。怖い、69.1 寝起きすぎてこれだけつけさせてもらいましたが、はい、今回ね、お嬢様酵素をやっていきたいと思います。ファスティングっていうのは多分達也初めてなんじゃないかい。そんなことないかったっけ。はい、初めてね、多分初めてだと思うんですけど、ファスティング、この中にですね、ジュエルっていうやつとトロピカル、そしてボタニカルタピオカ、まあ、カクテルフレーバーって書いてありますね。これミルクティーなのカフェフレーバーって書いてあるんで、多分ミルクティー的な感じなのかな。全部で4種類ありまして、朝昼晩と置き換えをしていきたいと思うんですけども、達也のことですから食べちゃうんじゃないかなって多分皆さん心配だと思うんですので、自分でも心配だなと思うので、朝だけはですね、置き換えということで、ヨーグルトだけ、朝はヨーグルトに置き換えて、昼と夜は、こちらのお嬢様になりたいと思います。はい、お嬢様酵素飲んでいきたいと思います。いただきますなんかペロって舐めちゃうよ、ヨーグルトはタンパク質のヨーグルトを食べてます。だから 69.1kg ってすごいよね。ゴールデンウィークでなおさら太りました。あの、緊急事態宣言でしょ、誰にも合わないからさ、ひげも伸びっぱなし、初めて YouTube でこんな姿見せてるんじゃないか。ようやく今回マジ、今回マジで絶対痩せてやっからな、マジみんな。今回マジやる気十分。完食、ごちそうさまでした。お昼はお嬢様酵素を飲んでいきたいと思います。はい、ということで、初日のお昼でございます。お昼って言ってもね、もう3時過ぎぐらいなんですけれども、お昼から始めていきたいと思います。お嬢様酵素、ジュエルに、専用のタピオカのこのね、ストローがついてくるんで、これでね、飲んでいくんですけれども、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？ちょっとこれだけで食べたらどんな味なんだろう。うん、甘酸っぱい感じ。で、炭酸もあるんですけど、とりあえずね、水で割っていきたいと思います。どんぐらい？ 80 から100って書いてあったから、こんぐらいかな。ちょっと味濃いめでもいいや。めっちゃ美味しそうなんですけど、可愛くない？これ下から低いやつだ。いただきます。なんか梅っぽい？美味しい。タピオカに味がついてるわ。これちょっともうちょっと足していいかな。これお酒入れてなんか炭酸割りで割りてえわ。飲みて。美味しい。今日はね、オフなんで、ずっと家にいます。めっちゃうまい、このタピオカ。これで痩せてさ、ちょっとモチベーション上がればいいな。そしたらダイエットとか本当に始められそう。甘飲み、初日の夜でございます。時刻は7時半ですね。
はい、ということで夜ご飯を食べていきます。夜ご飯はですね、ボタニカルタピオカクレンズカクテルフレーバーってやつ飲んでいきたいと思います。あ、なんだろう、やっぱベリー系、なんか甘酸っぱい感じで、こちらを今日はですね、もう結構お腹が減っちゃってるんで調整豆乳をこれに、夢ならばどれほど豆乳こうなるんですよ。はい、先を取り直してですね、結構もうお腹もね空いてきちゃってるんで、夜は豆乳を割って飲んでいきたいと思います。はい、どのぐらい、あ、そうだ、いちごミルクみたい。なんかさ、見た目めっちゃいちごミルクじゃない、わかるかな。いただきます。結構甘め。あ、これ嬉しいわ、夜これ。なんかお腹にたまる味がする、甘いから。豆乳もちょっと甘いからかな、なんだろう。あとタピオカの粒が結構大きいからさ、飲み応えあるね。あー、これ夜はいいわ、これいいね。お腹がたまる、これたまるっていうか、まあ、空腹を満たしてくれそうな感じの甘さ。あとは噛めるしね、タピオカを。うん、甘飲み。はい、ということで無事初日終了でございます。はい、ということで皆さんおはようございます。2日目の朝でございます。あー、寝起きだから声が。昨日と一緒で、朝はですねヨーグルトを食べていきたいと思います。朝そんなねやつは食べれないんで、ヨーグルトくらいがちょうどいいね。完食。はい、ということで、2日目のお昼でございます。達也は、もちろんこれです。お嬢様コード、今回はトロピカルのやつを、お家で作ってきたんで、これを飲みたいと思います。うん、トロピカル出てこない。缶飲みです。ちなみにですね、紅茶を頼みました。ホットの紅茶ということで、次は夜ですね。2日目の夜でございます。はい、時刻は8時ぐらいですね。ちょうど今お風呂上がって、さてお腹すいたなぐらいなんですけども、カフェフレーバーってやつですねに、豆乳を割って入れております。もう見た目めっちゃミルクティーなのでしょ。なんか痩せてきた、これ。なんかむくみがとりあえず取れてるんですよ、皆さん。ということで、早速飲んでいきたいと思います。なるほど、コーヒー牛乳みたいな、なんかてっきりミルクティーかなと思ったんだけど、ちょっとコーヒーの香りがする。うん、うん、お昼の時はトロピカルのやつはすごい、なんかあの時ちょっと出先だったのであまり説明できなかったんですけど、すごいパイナップルとか、あと何が入ってたかな、パパイヤとか、パイナップル、パパイヤとマンゴーとか入ってて、すごいなんか美味しいなと思ってたんだけど、これもいいね。お嬢様コース以外には基本的に水をねダブダブしてるんですけど、やっぱ水じゃなくてこういうタピオカとかなんか入ってるとすごい、タピオカにもすごい味ついてるから美味しい。ことなんかお嬢様コースの次は今度あれだね、お姉様コースも作ってもらいたいですね。いつか、明日最終日ですね。頑張ろう。完食。はい、ということでごちそうさまでございました。本日は最終日、3日目の朝でございます。なんか今まで朝ヨーグルトを食べてきたと思うんですけれども、なんかちゃんと見たらお嬢様酵素を、ヨーグルトにかけてもいいっていうことだったので、はい、今回はヨーグルトにですねお嬢様酵素ジュエルの方をかけました。うん、おいしいわ。朝これがいいわ。なんで今までヨーグルトにかけなかったんだろうっていう後悔を今すごくしている。体の中が綺麗になってほしいわ、早く。完食でございます。ごちそうさまでした。ってことで最終日のお昼でございます。お昼は昨日と一緒なんですけども、トロピカル、今回初めて、意外と初めて今からやるんですけど、
炭酸で割っていきたいと思います。今日炭酸水、炭酸水、あ、炭酸の音すごいシュワシュワ。いただきます。美味しい、フルーティーだわ。しかも炭酸一番なんか果物の中で一番パイナップルが好きなんだけど、パイナップルめっちゃ入ってるわ。味はなんか甘いフルーツティー、フルーツティーじゃないな、フルーツウォーターみたいな。完食。最終日の夜でございます。そしてお嬢様酵素生活、この一杯で終わりを迎えますね。あー、3日間本当に何も食べないで、マジでお嬢様酵素だけで私できたわ。逆に私でもできるこれいただきます。すごい楽しみだね、明日の計測が。うん、完食、ごちそうさまでした。明日の計測皆さんお楽しみに。タツさんが一番楽しみなんですけども、3日間のファスティング終了いたしました。今日は3日目の次の日の4日目の朝ですね。はい、ということで実際に今から測っていきたいと思います。うーん、怖い。はい、それでは体重測定していきたいと思います。怖い、きた、 65.4。結果がですね、皆様ね、ご覧の通り 65.4 キロでございましたえ、何キロさ、 3.7 キロ減、 3.7 キロ痩せました、達也。3日間で、ちょっと顔もスッキリしている、もしかして。そんなことない、してるよね、達也。ファスティングダイエット成功ですね。あー、もうめっちゃ嬉しいですけど、めっちゃ嬉しくない？ 3.7 キロも痩せたらめっちゃ嬉しいよね。やばい、ちょっと泣けてきちゃうわ。ぶっちゃけ言うとですね、やっぱりお腹すく時も全然あったんですけれども、あのね、案外ね、思ってるよりもね、きつくなくって、ぶっちゃけもっときついと思ってたんだけど、ぶっちゃけそんなきつくなくって、あれ、いけちゃうみたいな、楽しくと言いますか、できました。達也がおすすめの味はですね、カフェフレーバーがやっぱり一番美味しかったです。なんていうの、ただの水分を取るっていうよりもちゃんと噛めてるし、なんだ、味もね美味しかったから、満腹感っていうのがちゃんとしっかりありましたね、飲んだ後は。達也の本気度もあったと思うんですけども、ガチで痩せてやるっていう本気度もあったと思うんですけれども、まあ楽しくできたなって思ったりとかしました。やっぱり4種類味がね入ってるので、味変がねできるから、すごくそれもすごい楽しかったですね。達也的には豆乳だったりとか水で割るのが結構おすすめかなと思って。もう 3.7 キロ達也が痩せれたんだから、あんたたちだって痩せれるからね。もう嬉しい、ガチで嬉しい。私 3.7 キロも減ったんだよ、もう本当に嬉しいちょっと本当にちょっとね、うるっとくるね。なんか初日がすごい懐かしく思いますね。もうちょっと感動的な動画になってきちゃうねはい、で概要欄の方にですね、このお嬢様酵素の URL 貼っておきます。なんと下の URL からね、これを頼んでみると、初回100円で購入ができるそうです。本当に100円で買えるそうなので、皆さんぜひぜひちょっとおすすめかもしれないちょっと私これちょっともう一回私やらせてもらうね。個人的にまたもう一回やりたいわ。ぶっちゃけ達也的にはもう動かないで運動もしないで痩せれたっていうのはすごく嬉しかったです。だってもう私が証明ですっていう感じ。もう達也が証明だからね、 3.7 キロ痩せたのはね。いや、まずちょっと顔ちっちゃくなってるよね。短期間で痩せたいなと思う人は本当に2日間とかでも全然いいと思うし、以下お試しでみたいな。
で、ガチでちょっと本気でマジで達也みたいにガチで痩せたいなと思った時は本当に3日間やってみたりとかするのも全然ありだと思います。はい、ということでチャンネル登録、高評価と YouTube のコメント、そして Twitter とフォローをよろしくお願いいたします。ということで、セカンドストリートの達也でした。私が証明です。いやー、すっごい嬉しい。意味わかんない。